内に。おっと、やばいやばいやばい、やばい、モーリーが、あ、あれ、あ、そうか、モーリーと俺まだ同盟組んでなかった。え、まさかガラギだって来ねえよな。早く調査官を落とそう、これは厄介だ。あ、日本松落ちた。山形落ちた。あ本格的にかわいそうな絵面になってきた。しょうがないね。あご命令を報告します、報告します。いやマジで毛利がここで敵になるとはな。毛利外交断絶だそうです。しょうがない、外交断絶したところ悪いけど、これは、あ、やばった、やばいやばい、ちょっと待って、ちょっとあいつ何やってんのマジで。みんなでみんなで四国旅行始めちゃってるからもう。うわ、おい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 、上も上で、上も上でとんでもないことになってきた。何してくれてんだよマジで。俺死いらない。ああ、これは上杉が窮屈になってんじゃねえか。しょうがないね。あれ、鳥取城こんなところに。しょうがない、3番だそう。なんか見せしめみたいになってるけど。いや、しょうがないね。もうこうなったらもう、あの、ずっともう、あの、黙ってた本陣が動き出すよがっつり。最後の祭りだ。結局モーリもやることになるのか。しょうがないね、だって警戒ってきた向こうだからさ。中国軍も動く。全部勝ってたらキリがなかろうって。いや、とりあえずあれよマジで、あの、ある程度戦が落ち着いたら、もう総武事例でこれ以上血を流さないようにするよ。まずはここだ。え、まさかの包囲不足。またあの人不足が包囲しちゃってんじゃない。それはあるな。2000、あ、帰れ、全部返して大丈夫し、うん、お前か犯人。見くびられては困りますね。敵を追った、よし、あ、どこ、お、初めて城落ちた。よし、いいよ、松山城は多分落ちるだろう。きれいでしょ。ちょっと後ろの渋滞してるやつら、落とされた城を落とし返しに行ってくる。あ、そうした方がいいだこれ。こいつら、はい、かしこまりました、お任せください。全然違うところで終わろうす。あなたたちに勝ち目はありません。よし、おお、おい雪村。雪村止まれ。真田家の旅行が止まらねえ。おい、あいつどこまで来たマジで。真田の東北旅行が止まんねえな。止まんねえよマジで。お前、あいつ、おっと、毛利が窮屈になってる。まあ城、人はたくさんいるから沖縄山城、はい、我が戦お見せしましょう。うわこれ。真田旅行が、ああ、真田旅行が。生きるのだ。これはやばい。しかもあろうことか伊達とも買うことを構えるしよう。立ち割り黒にスウェーティング。また一つ落ちた。強え。あいつ一人で何やってんのマジで。真田の旅行やべえ。ちょっと待って、ちょっと待って。盾が、おお、岩手も行ってやがる。ああ、また旅行始めちゃったよ。あ、これダメだこれや。待機せよ、我が戦
しましょう。ああ。もう関東暇だから旅行するしかねえんだな。まあそうだろうな。あ、エロはるばる上杉か。上杉か。大部隊を率いて。目標どこだこれ。これ小高城。ここ遠くで山越えてきたこれ。山越えしてまでその城欲しいか。絶対補給届かないと思うけど。まあ。承知いたしました。神田目城落ちた。やったぜ。遊びは終わりだ。敵将捕らえたり、やったぜ。ちょっと右方位不完全だ。ここか。備中松山。ああ、うわ、飯がねえんだ。よし。強行作戦。攻め込め。命にするな。ダメか。おお、人がどんどんなくなっていく。仕方がない、援軍を出そう。8000アリア大丈夫だろ。お見せしましょう。我が戦お見せしましょう。命にするな。生きるのだ。鏡が目じゃ落ちたでしょ。おお、やばいな。とりあえずある程度の攻勢機会まで行こうか。これが戦の作法よ。これがウカレーズ本軍だということを見せつけてやろう。あなた方は沖縄山落ちた。はい、まあとはいえほらこれは東北旅行楽しんでるから。だからあれだね、なんだろう、北はレイ軍、南はウカ軍が行くって感じだね。合算と言ったでしょ。勝手に行っちゃったけどな。そうだよ。暇だから旅行始めちゃったんだもん。我らの勝ちだ。かしこまりました。あ、これ森滅ぶ。このペースだと。下がなかなか落ちないな。あ、そうなんだよな。これ何やってるんだよ。包囲不可全。飯がねえ。帰れ。帰れ。いや、誰もいねえな、これ。ダメだ、これ。あ、いるわ。いいのが。城へ戻る。帰城する。やばい、ほったらかしすぎて飯ねえ、この人たち。かわいそすぎる。まあ。皇族がいるから大丈夫だ。よし。これは入った。これが戦の作法よ。加勢します。新山城ここか。じゃあ山吹城まで頑張って。皆さん、おお、来た。伊予松山ついに落ちた。長宗我部滅んだぞ。ついに。ついに。おとなしくしてください。出陣するぞ。おお。助太刀致す。これは毛利落ちるか。念願のその時がついに近くなってきた。これは。で、マジで本州統一あるぞ、これマジで。四国は統一しちゃってるけど。真田の武器がいい感じにこっちへすり寄ってくるんですか、それは。ほら、本気が今ちょっと旅行し始めちゃってるから勝手に。しょうがないな。分岐が半分尻拭い的にここ。それあるだろ、マジで。ほんと、うちの本気が、すいません。もうしょうがないな、まったく。はい、行け。助け立ちいたす。加勢いたしますぞ。加勢いたします。逃げるなら今のうち。ああ、すごい血が流れる。出るとするか。
します。逃げるなら今のうちだ。会えるぞ。我が道を開けよ。よーし。あーすごいな。おっと忘れていたぞ。まだまだいるぞ。ボーリーも終わったな。これは佐藤銀座捕らえたり。そりゃそうだよな。この兵力だったらえぐいな。この量これはね我だから引く。高津城落ちた。あとはそのまま。シェアプレイが終わってしまう。まあそれはまあ無理だな。さすがに。そうね。ちょっといろいろ増えちゃったからね、相手が。ちょっと想像以上に。ああ。まあ大丈夫。数は減ってる。正直、婚姻同盟はよっぽどのことない限り崩れないから大丈夫だと思ったけどね。ほい、よし。じゃあちょっと最後の拠点、高見出城へ。皆さん行ってください。あと行ってももう終わるな。あ、モーリー掘ろうだぞ、俺。ああ、行ったな。行ったな、これ。あ、よし、終わり。まだある、まだいるぞ。あ、終わった、よかった。はい、みんな帰ろう。非常します。非常、帰れ。帰りましょう。はい、帰りましょう。一斉に帰っていく。ちょっと東北旅行の様子見ますか。様子を見ましょうか。ご一行様の。あ、落ち着いてる？意外と。あ、お、宮城旅行をし楽しんだら帰ったんだ。そうだね。秋田はえらい目見てるけど。ちゃっかり宮城閉店して帰ってったんだな。ああ。よし、じゃあ目標も達したし、ここはまあ伊達も正直もうここまで勢力失いは大したことねえだろ。それともどうしようか、連合だけ落とすか。伊達あといくつある、白。いや、結構あるよ。もういいんじゃない。もういっか。1、2、3、4、いっか。めんどくせえ。結構あるよ。よし、この軍議が終わりしたい。まさかこの御用で攻めてこようとは思わないだろうから。攻めてくることはなくても、あのほら、暇でまた旅行始めちゃうから。そうだね。よし、養生を始めます。先月の週末シアプレ僕やろうか。念のためエンディングビデオまでシアプレを一旦終了、そして改めて開くと。よいしょ。いや便利、生放送に便利。特にすごいよね。でもこのゲーム機だけで画面共有ができるって。そうそうそう、確かにそれはでかいと思う。かなり。OK。 はい、OK。 はい、それではお待たせしました。制作総無事で制作を取り行います。天下生還のため、これより一切の首都を禁ずることを前後の内部に続けると。ちなみに今こっちの画面だ。ゲーム以外の画面が表示されてる。なぜだ。
あれ、ほんとだ。教えてくれてありがとう。危ない危ない。なんでだ。まだダメ？ちょっと待って、参加しろ。はい。チャチャ。おっしゃ。はい。それじゃあお待たせしました。じゃあ制作を取り行いましょう。総無事で総無事。はい、この制作を実施して表情を終えますと戦国の世は終焉を迎えます。皆に伝えます。さあ、あとは終わろう。表情終了。あなたに敵対する勢力はもうなくなりました。受けのもと天下統一されたんです。まあここまでやりゃそりゃもう反連合組んだとてだな。想像攻め込んでこらんよ。いやー気持ちよかった。そうぶれ今週真っ青だもん。相当そうよ。総武事例の発令により、天下のすべての戦いを終わり、戦国のように平穏の時が訪れた。長い戦乱の世はおり、再び武家による支配が復活しようとしていた。我らが天下の主となることにより、幕府は再び力を取り戻す。施策はできておるか。ほっ、幕政の中枢案は一門や新版で固め、宿所らがそれを補佐いたします。真の桶の者たちは東国に配し、役目を課して常時力を注ぎまする。よかろう。これまでの幕府の二の舞にならぬよう足元を固めていかなければな。なんか徳川と同じやり方だね。そうだね、やり口はね、うん、戦国の世を終わらせたのは武家であり、武家による支配 体制が確立されるのは当然の帰結であった。室町幕府から教訓を得た新たな幕府は強固な支配体制を築き上げ、長きにわたる武家の世の礎となっていくのだった。これエンディングいくつかあるんだよこれ。そうそうそう、全体的にその自分の武家がどういうあの思考でいくかみたいな、こう革新派なのか、それともあの逆に何だろう、こう保守派なのか中立型なのかみたいなね、買ってるんでね。いやーしかし長かった。レイヤー黒ひよこってで呼ばれるっていうね。わあ懐かしい。1620年征夷大将軍に就任。いやー我ながらよく、でも鏡見たら秋田と津軽には味方がいたんだよね。そうか、忘れてた俺てっきり。部下が全国の半数以上を支配。これはやばい。関東地方平定、徳川長宗我毛利、中国地方四国地方平定と、そして天下統一。やったぜ。ちょうどいい感じに日本の中心を真ん中らへん、大陸の真ん中らへんを押さえるね。そうだね。はい、ということでクリア。やりきったよ。そうね。いや、ぜひともね、俺これ後で、あの狙いとしては俺再編集してまた出すんだけど、動画でこれは、うん、個人的にはね、やっぱりこれどんどんちょっとこれからこういう戦略ゲーをねちょっとやっていこうかなと思ってまして、編集しないによっちゃこういうのってやっぱ楽しいと思った、俺と俺的には。なるほど、編集次第。まあ頑張るよそこは。そこは頑張って。そう、ぜひともちょっとねこういう生放送動画でね、あの視聴者皆さんにこういうあの戦略をね考えてで、ね、ちょっと進めていくという楽しさが伝わればいいかなと思ってます。
まあ、普通に今回こうやって何も特に気にせず、とりあえず天下統一目指してやってきたけど、うん、まあ何かしらの縛り入れてやってみたりしてもいいかもしれないね。なるほどね。それはあるかもしれない、確かに。例えばまあ今回俺ら死んじゃった神々の遊びになってたから、うん、まあ一台で俺らが生きてる間に天下を統一するとか。なるほど、それありだね。あるいはあの最後の真田の東北旅行のような自ら手を下さずにどこまでやれるかみたいなね。あ、だから自分以外の人全部誰かに任せて、そう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 、どこまでできるかっていうね。それも面白いな。そうすれば当然まあ、反乱とかも起きる可能性はあるわけだから、またちょっと違ったね、楽しみがあるかもしれない。そうだね。まあだからこそそれが楽しみだかもね。誰が信頼できるか信頼できないかっていうのを見極めないといけないから。そういうなんかいろんな楽しみ方もできそうで。いやだからこそ自由度の高い戦略系って俺素晴らしいと思うよ。いや素晴らしいね。うん、いや、レイ君にもぜひともこういうのね、ちょっと興味持ってくれたら嬉しいなと。なかなかね、スチームが安売りにならないんだよね。ホイフォーホイフォー、いや、ぜひともやろうよ。いつか安くなるって。俺は楽しみにしてるぜ。あ、そうだね。ああ、まあ、天下統一記念で買ってもいいけど。まあまあ、まあ、どうせだったら安い時に買った方がいいでしょ。俺だって別に焦ってるわけじゃないし。チームは割としょっちゅう安くなるはずなんだけど、なかなかタイミングが悪かったか。まあ、そしたらしょうがないよな。わざわざね、ちょっとそんな別に定価で買うタイミング、わざわざそんな急いで買わなくてもね、安いタイミングあるとさ、それに越したことはないしね。まあ、言うて定価もそんな高くないんだけど。まあまあまあ、そこはそこはだ。まあ、逆にその浮いたお金でまた別のゲーム実況できればいいじゃない。ああ、いかんせん私実況あまりしないもんで。うん、だからこそその質にはこだわる派でしょ。だったはずなんだけどね。まあそれ以上は言いきまい、うん。